クジラクジラ。なんだね。初の冠番組があまりにも面白くなかったキング&プリンスんじゃん。いるね。あれはわざと面白くなく作っているのかな。見ているとそんな感じだよね。ワンクールで打ち切りだってね。そうなの？ダンスと口パクの練習しかしてこなかった連中にいきなりバラエティは無理だよ。そうだね。苦労も努力もせずに事務所の力だけでやってきたんだもんな。それがキンプリなのよ。そうだね。そのツケが一番大事な冠番組の時に出たんだな。うん。企画も全部どこかで一度見たことのあるような内容だったしさ。うん。一番まずいのはやらされている感が出ているよね。そうだね。視聴者に分かってしまうレベルで出ているね。ジャニーさんが生きてたらブチギレしてたよ。うん。ユウたち気合を入れてあげるからズボンを下ろしなさいってね。どういう意味？でもこのチャンスを生かせないとなると第二の嵐はもう無理だな。そうだね。さすがに嵐と比較するのは嵐と嵐ファンに失礼だなってこと。